政界ゲス不倫疑惑、自民党内からも離党論。9日には派閥幹部に土下座も。宮崎氏12日に記者会見。女性タレントとの不倫疑惑を週刊ふみはるで報じられた自民党の宮崎健介衆院議員35イコール京都3区イコールが12日に記者会見する方向で調整していることが分かった。事実関係を説明するという。宮崎氏が所属する党二階派関係者が10日明らかにした。自民党総裁の安倍晋三首相は10日の衆院予算委員会で、宮崎氏に関し、政治家はしっかりと自らの行動を律する必要がある、と強調した。国民の信頼の上に政治活動がある。政策を実行していく上でも国民の信頼が基礎だ、とも述べた。二階派会長の二階俊博総務会長らは、この日、宮崎氏から事情を聴取。宮崎氏は9日には、同派顧問の伊吹文明元衆院議長宅を訪ね、ご迷惑をおかけした、と土下座し陳謝したという。伊吹氏は10日の派閥総会で、非は非として認め、しっかりお詫びをする。ぐずぐずしているのは許されない、と不快感を示した。ただ派としては、仲間の絆を強めてやってもらいたい、と強調した。宮崎氏は、妻の同党議員、金子めぐみ氏の出産、5日に合わせ育児休業を取得すると表明していた。国会議員の育休、制度化を求め同僚議員を巻き込んで活動していただけに、党内では厳しい意見が噴出、かばう要素はない、幹部、などと離党論も出ている。民の声に続く。